いつも YouTube チャンネル見ていただいてありがとうございます。お家でゴロゴロ、ゴロゴロしているうちにできる体操ないですか？パート3ですね。今週は、仰向け。仰向けでやってます。仰向けで、ゴロゴロしているときに、まあ、膝を曲げて、このまま倒す。倒して、反対側も倒す。もうこれだけ、ね、こう伸ばされる。ね、ウエストのところ、ここを意識して戻してきて、反対倒す。もうここ伸ばされたのを意識して戻してきて、反対倒す。ね、手は広げておいてもいいし、しまっといてもいいです。足の邪魔にならなければ、はい、戻して倒す。ね、伸ばされたところを意識して、反対倒す。伸ばされたところを意識して、反対倒す。ね、伸ばされたところを意識して、倒す。伸ばされたところ意識して倒す。伸ばされたところ意識しながら反対に倒す。伸ばされたところ意識しながら反対に倒す。ね。左右に、2、1、2、1、2、1、2。顔は正面向いててください。左右に振るってするとね、わかんなくなっちゃう人がいるから、もう正面でいいです。正面でいいです。足を左右に、振る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 です。左右に振るだけ。この時にウエストを意識しながら、足を動かすというより、ウエストで動かす。ウエストで動かす。ウエストで動かすというイメージをしながら、お腹の力、お腹引っ張られているところを戻してくるよ。ね、そのイメージで動いてください。1、2、1、2。はい。お腹、ウエスト、イメージできましたか？お疲れ様でした。